昨日は家帰ったもんね。たまたま実家帰ったもんね。でも逆にその前の日は俺一人だけここいた。俺その前の日は、うん、この家帰ってきてないから。そう、トミーが、うん、その帰った日、僕部屋全部綺麗にしたんですよ。そう、カンタがね、掃除しといてくれたんだね、その辺ね、はい、で、昨日さ、そういうものはもうないわけじゃん。そう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 、基本的にはもう綺麗になってんので、昨日カンタとほんと終電ぐらいまで一緒にいたんだよね。うん、カンタは実家戻って、で俺はこっち行って、うん、でこの家戻ってきてガチャって開けて、でそしたらサブもじゃあ行きますって言ったら、サブと一緒にこの家入ったの、うん、で俺がこのソファに座って、うん、まあなんか疲れたなと思ったら、サブがそこで、うん、何 G がいます。え、マジありえない。窓開いてんの、これで。いやだから俺これね、僕ら住んでる場所言えないですけど、うん、理論上ありえないんですよ。ありえない。なんつうの、綺麗にはしてるわけだから、うん、いるはずないし。いやもうほんとそうだ。だからなんだろう、何匹も住んでるみたいに言うけど、本当に多分1匹目で入ってきた。で、よかったっちゃよかったんだよね。まあな、カンタに電話したんだよね。電話来た俺に。どうしたっつったら、いや出ましたっつって、サブが、うん、そう、どうしたの、ダメだ、その代わりますって変わって出た。そうする、出た2回報告されたとりあえず俺はもうできるだけ遠くにいたかったから、うん、とりあえずその辺から。お前は戦わないんだ。これ変わって出たけど、どうするみたいな。いや倒せ。それは倒せよ。結構熱こもる部屋だからさ、そう、窓開けんだよね。そう、俺のさ理論言っていい？その入ってきた理論。うん、ちょっとあのね、これ分かる？ここ開いてんのよ。そう、この隙間ね、この隙間ね、この不条理分かるかな。閉まってたらここ何にもないけど、ちょっとでも開けるとこのこれができるようになるの、虫たちが、うん、これ迷路みたいにね、こう向こうからこう入ってこう来てこう、だから開けるってなったらここまで行かなきゃいけない、ちゃんとね、全部ね。そしたらここで閉じるから、変になんかこうするとぐんぐん入ってくると思う。だからいやもうやんか、閉めよう早く。めっちゃ怖がってんじゃん。お前見てないからだよ。あるわ、心霊体験とかで見ちゃったやつが急に帰ろうとかやつ。いや、あと死ぬ間際にIQ250 ぐらいまで跳ね上がるやつ。ざけんな。だからあいつらのやばい、これこんな使えないけど、叩いた時に普通逃げるじゃん、あいつらこっち来んの。あ、らしいな。あ、それは聞いたことある。それはもう本能で、動物とかにパンってやると音と逆の方に走るんだけど、うん、本能で、うん、本当にやばい時あいつこっち来んの、うん、一種報いようとしてくんの。死ぬ間際にしか飛べることを気づかない。だ、あいつ飛べないんだって普段は。いや、てか知らないんだって飛べること。あ、でも IQ がガッて上がって、そういける、覚醒するなって。怖い怖い怖い。飛べるやつは死ぬ覚悟一回してるやつの。やば、絶対そっからだと思うんだよね。もしくはエアコンスタイル。まあエアコンスタイルだよね。ん、これも役立たの。役立たなかったよ。うるせえ。そうですな。はい、じゃあよろしく。はい、サブちゃんでした。